前回までの飛ばすじ。うんこみたいな家出来上がった。うんこみたいな家。うんこすぎるな、そのハウス。俺んちじゃねえかよ。今あの彼女欲しい、女募集ってツイートしたのよ。俺の夏はもう終わった。何もうダメじゃん。本当かわいい。終わりましたね、これは。お前リアルの学校の女の子、お前手出すよ。あの、いるんすよね、一人めっちゃ可愛い子。え、じゃあ何、隣の中学とか。ああ、隣っすね。ワンちゃんあるぞ。あるぞ、お前。狙ってけ。タワさん、銃使ってみます。使う、どこにいる。すげえ、文明開化。いや、でもこれ以上 TS が進んでると思うとな。簡単に銃作ると。おー、すごい。え、もう銃作れんの。撃ってみましょう、なんかモンスターに。いや、めっちゃ強い。めっちゃ強い。ほよめっちゃ強い。ペガサスはもうこれ完全にもう寝てます、ね、気絶しとる。完全に寝たな、これ。寝ましたね。タワさん、ん、本当にお願いがあります。もうマジでもう本当に一生のお願いです。ああ本当にお願いです。何？いや、俺土下座してます。何のね。僕に、え、だから言ってんじゃん、さっきから。だからディズニーチケット2枚あるって無理です。絶対無理です。ディズニーのチケット2枚あるって相当チャンスだよ。言っとくけど、やばい。中学生で。そう。え、めっちゃかっこよく見えるで、普通に。このチャンス逃したらやばいぞ、本当に。ね、そう言っていいですか。ちょっと待って。でかすぎる。知らねえよ、そんなの。あれ、ニコンいる？あれ？おっと？ニコンも死んだ？まさかの。俺、ニコンより働いてるかもしれん。それどこにある？ガソリン洋服にあるんだと。アイテムで石油タンクっていうのがあるから、で、俺が置いたね、ハイドロポンプみたいなのがあるの、地下に。そのハイドロポンプの中にその石油タンクっていうのを作って、その中に入れます。だったらもうあのエンジンとあの石油タワーっていうのを作ってるから、もうその中に入れるだけで石油が生成できる。で、その石油生成したやつを家に持って帰って、それをかまどで焼いたら燃料になる。これね、 TS 何9割何言ってるか分かんなかった。サモさん、ちょっと銃作って遠征行きません？いいよ。どっかの新しいところにちょっと、モンスター借りたい。湧いたんで、新しい恐竜とか殺しに行きましょうよ。たまはい。夜お腹減ったらいつも何食べてんの？夜に食ってやっぱ格別なもんがあるんすよ、一つ、うん、カップ麺っす。いや、それはもう最高。おっぱこする夢見てた。おっぱこする夢見てた。やべえぞ、こいつ重症。マジか、寝てたんか、お前。こいつ、おっぱこに洗脳されてね。本当にやばいね。どんだけX したいの？あれ、喧嘩しなくないんだろ。ねえよ、なんだよ。喧嘩か？文句あんのか。文句あんのか。できるわけないだろ、この体型で。できるよ。もしやったら女の方が潰れちゃうよ。潰さねえよ。柔道部の可愛い子見つけるんだよ。いたんだよ、一回。めちゃくちゃ可愛い子。寝技するたんびに興奮してた。よく整地したな、これ。ニコンが、ニコン、よく頑張った。過労死してる。ニコンが過労死してもう止まってるもん。お前はよく頑張ったよ。大学生で全然寝れてないからな、マジで。全然寝れてねえの、ニコン。電車往復6時間で寝てます。あ、そういうことか。ニコンがもう、どんぐらいいいやつかっていうのは俺が一番知ってると思います。テスト1日前に、なんだっけ、300点取れなかったら俺、募集だったんですよ。ガチで焦って、でも自分で勉強したって言っても頭入んないじゃないですか、誰か教えてくれる人いないと。でツイートしたらニコンが教えるよって言ってくれて、その日の7時ぐらいまでニコンに教えてもらったって。朝の？はい。めっちゃいいやつやん、ニコン。あの、俺たちが前から言ってるホームレスっているじゃないですか、うん、そいつ今めっちゃ久しぶりに配信してるんですけど、一回でいいんでコメントしてあげてください。わかった。初心者のドゥードって調べてください。いいっすよ、俺いつも行きまーす。ちょっとね、みんなで反応よ。ニューロ光が開通した。ホームレスのくせに。やば。ホームレスのくせに。いや、でもこれアンチ外れてんだよな、俺ら。俺よりいい回線使ってるじゃん。俺よりいいやん。小林が荒らしてるし。ナイス。ナイス。おにぎりください。TS君いらっしゃい。立川に藤郎君バックレアル。あ、まあ、しゃーないっすよ、それはもう。あ、やばい。やめたら見てたら。おねぎ、え、玉尾さん、え、玉尾さん、え、なんで、え、なんで、え、え、なんで、え、めちゃくちゃ驚いてるやん。ちょっと待って、え、え、やばい。は？は、どうやったそれ？こいつ、行きましょう。なんだそいつ、なんだそいつ。お前どうやったそれ、お前。アルゲンダビスです、これ。
かっこよ。どうやってどうやって出したの？イーキー長押しで自分が捕まえた恐竜はアイテム化できるんで、恐竜を収納する専用の箱みたいなのを作ってやります。ということで一旦もう行きましょう。先に新しいモンスターや。ここ雪山地帯です。あ、雪山地帯だ。さてさてさて、じゃあここにちょっと安全なここら辺に降りましょう。やばいやばいやばい、ドラゴン来たよ。これ一回逃げた方がいいんじゃない？やってみる。おい、ザンギがなんか連れてきたって。もうなあ、ザンギがあいつやばいって。こいつやらもさ、待って、プテラと戦ってる。誰のプテラ？誰のプテラ？やばいやばい。めぐみチャンネルじゃない？あれ、めぐみちゃん。おい、やばい。めぐみチャンネル、なんで？おい！だるい、ザンギマジで。お前、おい、ザンギ、めぐみチャンネル、お前あれめっちゃテイム時間かかったんだぞ。いいぞプテラ、やれ。お前の前やれなの違う。援護援護援護、絶対勝たせるぞ、うちのプテラちゃんを。俺今リボルバー撃ってるわ。おお、殺した殺した殺した。ドラゴン、あ、待って待って、アリケンがいる、アリケンがいる、アリケンがいる、アリケンだ。アリケンだ、アリケンだ、アリケンだ。アイセル強そう、友達になりたい。で、これ絶対欲しい。こいつめっちゃ強いっす。でも乳首垂れてんぞ、こいつ乳首、乳首垂れてる。止められない。やばい、こいつすげえ動き機敏だよ。やばいやばいやばい、はい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 。殺せ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 。え、逃げる。え、イカドある。あ、イカドイカドでいけるよ。誰か作ったのこれ。これ乗るのうまいっす。イケンどうする？お前運転できんの？イカだ。運転できますよ。俺のお父さん船の運転する。ははは、嘘つけよ。まもなく三番線に快速電車が参ります。危ないですので、気合いがあったらでも、もう程度の。電車じゃないし、そのままずっと離れないで。紫色のがある。本当だ。お前待て、アリケン。よし、行こうか。黒ヒド、ぜーほほほ。脅しの道具じゃねえ。歯を抜いたら、命かけろよ。うすがむ。おぉ、案内さん？おったんかい。いや、俺寝ちゃった、横になったら。いや、ほんとに案内さんじゃん。空島にいたやつだな、この顔。ソゲキングだよな、これ。ほんとだ、ソゲキングだ。この仮面。みんな、アリケンって健康診断に行ったことある？行ってねえんだよ。ガチで行った方がいいよね、本当に。うん、死ぬで、死ぬで。動画撮ろうぜ。確かに、それ動画ネタになるやん。ネタになるし、健康状態わかるし、もうバンバン100万再生とか余裕でいけるよ。絶対サムネ死ぬかっこはてなとかで。俺余命5秒にします。余命5秒やば。ちょっとこれは驚くと思う。おー、すげえ。おー、お前、ゲットしたの？お前闇のドロップ。お前いつの間にゲットしてんの？この前ですね、ハマったんですよ。そこの、ちょ、こっち来てください。こいつの簡単なはめ方があって、こっち来てもらったら分かるんですけど、あそこの前の方向魔法したじゃないですか。で、こいつってなんか超時々なんですけど、気まぐれにこの上空通るんですよ。この洞窟のこの上の部分開けるじゃないですか。この上の表面の部分。で、攻撃して引きつけて、この中に入れるんですよ。はあ、で、はい、この洞窟の中にはめた状態で、上から麻酔矢を300発ぐらい、ずーっとひたすら打ち込んで、ゲームしました。おーりーもう一回出してよ。TS、こっちでさ、俺はめたんだよ。女の子はめた。捕まえましょう、捕まえましょう。でもこれ次回にした方がいいな。次回ソウルリーパーを捕まえる？捕まえるって見てくれよな。サービスサービス。読んで僕と握手。え？信じられないわ。次回ゴーストドラゴンシスデュエルスタ。デュエル3倍に頼っちゃったな今の。頼っちゃったな。いやー、ああいうありきたりのやつはよくないからね。そう、聞きすぎて面白くないから、ね、高木が見本見してくれるよ。そうやな。すごいの来るぞ。かっけー、すげえの来るぞ。ここまで言うんだからな。もうお前らあの笑ってマジで死ぬ前に、笑って死ぬ覚悟しとけよ、ね、お前ら。笑い死ぬ。多分ね、胴体がねじ切れると思うからね。本当に。崩壊ってやつ。じゃあ行きますよ、高木さんのラスト、最後の言葉、お願いします。多分、次の動画が始まるときには、もう俺童貞捨ててるからね。